経営のヒントプラス第576回目お届けいたします。ナビゲーターの福田紀子です。小島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島社長では今日もお知らせからお願いします。<laughs> はい、えー。私のですね、えー、経営しております株式会社 eMedic という会社がありまして、ヤ、え、フー、Yahoo、とかグーグルでですね、株式会社 eMedic という,いうふうにですね、検索していただくとですね、あの私の会社の ホームページが出てきますあ。でですね、ちょっと注意なんですけど、うん、なんか同じ名前が3社ぐらいあるんですよ。e-medic さん。あります。はい、はい。なので、あの、開くと私の,あの普段着ないスーツ姿の写真が出てきます。ん <laughs> で <laughs>、はい、それです。はい。あの、違う、もう全然違うシステム会社とかが出てくるんですけど、そう、それではないです。一応、はい、まあ、あの、注意なんですけど、はい、で株式会社 e-medic というふうに入れていただくと、あの、 ちょっとある企画をやってまして、はい、私がですね、過去にやった2時間のセミナー動画2本を無料で見れますという企画をやっております。はい、でどういう動画かというと、1本目が99%失敗しない新規事業の作り方という動画と、もう1個が社員1名、コネなし、事務所なしから運や偶然性を排除し、13年で30社の企業オーナーになるまでの 戦略を大公開ということで、この2つですね、えー、の動画の方を、えー、と無料で見れますので、これ、紀子さんは見ていただいたとです。はい、もう拝見しました。なんで、もうこれ、無料なんで、まあ、お金がまあかかるとね、またあれなんですけど、ね、あの無,無料で。 まあ、ぜひあの見ていただきたくてこの2つを特に経営者の方はできれば幹部の方とか、ね、社員の方と一緒に、うん、特にこの1本目の99%失敗しない新規事業の作り方はこれ見るだけで新規事業が量産できます本当に、ね、素晴らしいことをお話ししてくださっているので、うんはい、絶対見たほうがいいなと思っているのもそうなんですけどだから、はい、うちでは本当に私の秘書も、はい、これちゃんと見て。はい はい、レポートを提出しなさいって言いましたからなるほど、なるほど <laughs> そしたらですね、<coughs> はい、えとちゃんとです、ね、資料が出来上がってきましたあ素晴らしいですね、はい、なんで本当にもうこれ、あのーまあ、それぞれの、まあ、会社でですね、ぜひ、うん、も,もう本当にあのみんなで社内で実践していただきたくて、はい、本当に見ていただくと分かるんですけど、新規事業って本当に流れ作業で作ることが実はできるんですよ。 もうねその発想がなかったので、はい、本当にびっくりしました特にあの私が今までやってきたビジネスっていうのは、ほとんど異業種なんで、はい、まあ実際、そのもちろん経験ないよりはあった方がいいんですけど、はい、逆にね、その自分の業界のことを知りすぎてるっていうのが、逆にあだとなる場合が多いんですよ。お客さんんん目線に立てないんですようーん、うん なのであの、実際別に経験があるなしっていうのは本当に関係がなくて、はい、あの全く違う考え方で、本当に、ね、機械的に新規事業を作るための準備を、これ本当にあのきちっと教えれば、例えば今、まあ、4月、5月じゃないですか、はいあの、新卒の子が入ってきますよね。はい、その社員研修で あの、このやり方を1ヶ月ぐらいとか2ヶ月教えたら、その新人の子が新規事業の準備できますから <laughs> すごいバックバック。普通にできますよ。<laughs> はいあ。もちろん、あの、最終的な決済権は当然ね、上司とか部長、あの、役員、社長がやるべきだと思うんですけど、はい。社員、そういう新人研修としても、うん、下手するとその3、4人にやらせたら1個ぐらいは儲かるビジネスできちゃいますよ。この通りやるだけで。はい。はい いやこれちょ,っととちょっと大学生とかにやらせてみたいです、ね、そうですね。なんか柔らかい発想でまた、うん、新しいこと作ってくれそうで特にあの、まあ、経営者の方私もそうですけど40代50代以降だと、まあ、頭固いんですよ、はいはい。特におっさんも頭固いんで僕もそうですけど <laughs> よりは20代のわ、まあ、若いあえて言います若い、はい、そういう若い子たちに、うん、あのしかもゲーム感覚でやらせると。うん まあ、びっくりするぐらいの新規事業の種というんですか、はい、で、それが出てきたら、最終的に、経営者の方、もしくはそういう上司の方が判断すればいいわけじゃないですか、やるやんないは。はい、これ、練習っていうのはお金かかる、私のやり方、ほとんど、まああの、極力お金かけないやり方っていうのを提唱してるんで、はい、いいんじゃないかなと思って、ぜひ、まあ、見ていただければなと思います。はい、これになってください。 e メ,メディックはカタカナで検索を行ってください、はい、では今日の質問ですはい現在サービス業をやっていますグーグルの自社の星評価が1.8で低いのですが星評価を改善する方法についてアドバイスをいただけますでしょうかといただきましたはい、はい、これはあのー、よくですねグーグルで何かお店とか会社名を入れると、うん、右のところに出てくるんですよはい、はい、あのーはい 例えば、星1個とかだと、で、コメントが書いてあって、もうこの会社、お店のサービス最低でした。これ、結構、美容室とか、病院とか、クリニックとか、割と接客業の方が多いんですね。お客さんが書くんですよ。これがかなりの影響を及ぼすんですよ。結局、検索すると、その星が、例えば、全部5だったら5.0って平均点が出るんです。アマゾンの星も、 なんか星3.5だったら3.5まで色がついてるじゃないですか、はい、で分かっちゃうんですよ、うんで。それがすごい目立つところにあるんですよ。はい、そうなるとそれがですね一番いいのが5です。はい、一番ダメなのが1です、はい 1> で。1が多いと平均点が1点いくつになっちゃうんですよ。はい、そうするとすごいそれ目立っちゃうんですよ。はい、であのっていうことだと思います。これあととと、ねはい、ホテル業かかの方とか、はい、そういうもういも 基本接客業ですね。うん、の方だと、特に社長さんとかだと、なんか、これが悪い評価があると、なんかそ、それによっても売り上げが下がってしまうんじゃないかと思って心配で、プラス実際これ影響するんですよ。はい。心配になりますしね。で、これの改善方法についてってアドバイスなんですけど、うん、はい。これは、あの、まず1個目。絶対にやってはいけないことは、はい。自作自演です。それなんか、ちょっとばれたときに。はい。 余計大変ななこことになりそうです,、ね、うですでこれはあの私もちょっとこれね過去経験があるんですけど、はい、あ,のある、まあ、サービス業の会社の経営に携わってた時に平均点がすごく下がった時に、はい、あの何個かですねあのスタッフとかに、まあ、あのちょっといいことを書いてもらったんですよ。はい、あのなんですけどそういうことをもしやってしまうと。うん 最悪 SEO ごと SEO で上がってたやつが全部吹っ飛びます。だから自分の会社名、お店を入れても1ページ目に出てこないってことになります。Google のペナルティーで。えー、で、<ー>これがですね、Google、まあはい、が賢すぎてですね、はい、まあもちろんありとあらゆることで当然な何かのルールに載ってるんですけど、えー、おそらくその家族とかでもダメなんですよ。多分これはもうどういうルールで、あの結局場所から何か全部把握してるじゃないですか。 使ってる回線だとかそうもうあらゆる IP アドレス、はい、まあそんな、はい、多分僕らが分かるような単純なロジックじゃないもう世界で一番頭いい方たちが考えてるんで、はい、そうなんですよなので、これ自作自演でやっていくと、まあ、そもそもだめですよ、うんはい、でしかもそれはもうグーグルも分かっていてもし自作自演ができるんだったらこの星の意味ないですよね。だって あのスタッフがあの星が1がついたら、はい、星5個で最高でしたっていうのを10個ぐらいダーっとやったらもう消せちゃうじゃないですか、はい、もしそれできるんだったら何の意味もないですよね、はい、なのでそういうことを多分させないためにほぼほぼそのチェックもうそういう自作自演をはじけるっていうのが分かってから多分出してってと思うんですよねこのサービスをうで今も,もうさらに賢くなってるので無理なんです。はい、あとは外部の業者で ここういういいとをやりますすっていう方いるんですよ、はい、おそらく世界中ね中国とかいろんな世界中のサーバーからアクセスして星を5個やるとか、はい、でこれも多分おそらくですよ、はい、じゃあ東京の港区の美容室なのに、はい やっぱり中国の i p から飛んできてるとやっぱ変じゃないですか。おかしいですね。はい、<の>昨日言ったんですけどって、はい、まあ不可能じゃないですけど、はい、ちょっとおかしいですよね。はい。なんで、この自作自演以外にも外部の業者もこれ含めて結局これって自作自演じゃないですか。うんなんでこれはもう絶対やってはいけません。はい、これが大前提です。はい。はい。で、じゃあどうやるのかっていうと、うん、1>, 1個目はこの星の評価があの低い。 そのコメントに対して返信ができるんです。それに対して、はい、あの、RE みたいな書いて、その、大変貴重なご意見ありがとうございますと、はい、あの今後あの、真摯にその,、ね、あの、指摘していただいた点を反省して改善させていただきます、ありがとうございますっていうのを、丁寧に返信をしていくっていうことと、はい、もう一個大事なのが、 この書かれている内容をやっぱり社内で検討してこの改善すべき点がないかっていうのをチェックしていくっていうのは本当に重要なんですよ。はい、で、あのー、あとはもう一個は本当にもうこのお客様とかに強制、あのー、はできないんですけど本当に感謝の声をいただいた方にもしよろしければもう帰ってからでもいいのでこういうのに書いていただくと嬉しいですっていうお願いぐらいをしておくと何人かに一人はやっぱりいい評価を書いていただいて。 たりするんですよ、はいはい、でこれもあの絶対やっちゃいけないのが物で釣るとか、うん、例えば、うん、何か星,星5個のやつ書いていただいたら商品券プレゼントとかそうの絶対ダメで、はい、やっぱりあのそういうことやったら逆にお客さんにそれ自体が書かれちゃうんですよんなんか割引するから書いてくれって言われました星1個みたいなうもうさらに自爆するわけですよ、はい、なのであのまあ 当たり前のことをやればいいんですけど、で、これ、あの、実はすごいチャンスで、はい。例えばですね、じゃあ、えっと、美容室でもいいんですけど、接客が良くなかったっていうのが、あの、経営者の方が困ってたとするじゃないですか。はい。そうした時って、じゃあ、毎週、じゃあ、あの、例えば、週1回の朝の全体会議みたいな、なんか、のでもいいし、毎日の定例、朝礼でもいいんですけど、そういう時に、何かその、 改善をしましょうって言ってもなかなかそのなんだろうなそれでうまくいくんだったらもう改善されてるじゃないですかはいで経営者ってきっかけがないんですようんやるためのなんですけどあのこういう星がじゃあ1.8だ1点平均1.5だっていうのが見つかった場合、はい、それを理由にして、うん、あのまあ例えばですよそういう改善するためのコンサルな業務改善とか接遇を直すようなコンサルの方を 入れたりとかして結局もうこれ言い方として評価がねこれ以上低くなると本当にうちの、あのーまあ、美容院だったら美容室が経営が危なくなると、はいうん、なので雇用を守るためにもっていう大義名分のもとこういうふうな改善をあの会社として全力でやるっていうふうにしてなんか仕組み化のきっかけになるんですよ。うんはにすごい使えるんですこれ。はいはい あのおそらく会社でですね、普段社長がそういうことをやらない社長であれば、うん、もうこれ最初で最後のチャンスなんですよ。もう一気にそういうことをやる。もしくは会社の何か仕組みを変えるチャンスなんです。これを機に、これを、で、さらに、みんなで社内で考えさせるチャンスというか、これが、はい、になるんですよ、はいうん。なので、この、で、本当にそれが、あの、まあ私が見る限り、ただね、これちょっと厄介なのが、明らかに同業者の嫌がらせっていうのもあるんです。 もう、どう見ても悪口、ありえない誹謗中傷。それは、ちゃんと Google の方に、あの、こういう嫌がらせが来てますっていうのを、あの、向こうに Google の、その、そういうフォームがあって、はい。あの、ちゃんとお知らせできるんです。で、向こうが、これ明らかに誹謗中傷だって分かったら、避けてくれます。あ、そうなんですねそうしないと、もう、同業者同士の潰し合いになっちゃうじゃないですか。はい。はい。なんで、それは大丈夫なんです。なんで、それは消せるんで、はい。そうじゃなくて、もう、やっぱりですね、うん 私もそのこういう星の評価が良くなかったやつをしかも、ある程度の文章で書いてる方って結構鋭いところついてくるんですよ。それは逆にあのもしかしたら社内の誰も気づかなかったことに対するヒントをもらったっていう風に考えればそれがねあのきっかけになるんですよ、会社を良くしていくっていう風に考えると本当に唯一のチャンスですよ。普通その 会社とかそういう接客業でいきなりその接客のプロみたいななんか方を入れて接客のあれを全部変えるとかっていうのってちょっと社員って抵抗を示すじゃないですか、うん。なんでそんなことってなんで俺そんな悪かったのみたいな。なんでこういうふうな事実があることが分かってこれを直さないとやばいっていうことであの僕の周りも割と。 こ,れこういう星に関してはそういう風な使い方をしてで、本当にこれがいい星がたくさん、そうあの社員が意識してですね、いい星がたくさんつくと3.0、3.5、4.0って上がってくるわけですよ。はい、そうなると、本当に会社の雰囲気も良くなるし、うん、社員は社員で自分たちで改善したっていうその、なんか経営にちょっと参加してるみたいなイメージになってくるんですよ。はい、なのであの、そういう使い方をまあしていただくと、この星っていうのはもちろん、あの 高いに越したことないんですけど、今低いとしても改善のポイントはありますんで、れでまとめますと、はい、本当にね、絶対にこの星5個を社員でやらないでほしいと、1、はい、一日で解決できちゃうんですよ。はい、ですけど、あとで本当に、ね、とんでもない取り返しがつかないことになるんですらやめてほしいということと、はいあの、この低いっていう理由を、を何とかしてその自分の会社を仕組み化するための、何か改善するためのいい、その特に経営者、 はですね、いいきっかけにまあしていただければなと思いますで、これはほとんどのサービス業の方がみ皆さん苦しんでるんですよ。はい、でも苦しんでるんですけど、書いてあることも結構まと,まとえたことは書いてあるんで、そこはやっぱ真摯に受け止めて、ぜひぜひです、ね、改善のための,あの材料にしていただければなと思います。はい、はい、ぜひね Google のこのね、評価に、まあ、めげずに、はい、いいきっかけにしていただきたいなと思います。はい,はい、はい、今日は経営のヒントプラス第576回目お届けいたしました。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。